ロータスカーズは6月23日、エキシージスポーツ410、ロータスエクシージスポーツ410の 20th アニバーサリーを欧州で発表した。20th アニバーサリーは2000年に発表されたエキシージのシリーズ1の誕生20周年を記念したモデルだ。最新のエキシージスポーツ410をベースにシリーズ1に敬意の意味を込めて内外装に特別装備を採用している。エアロダイナミクス性能に関してはカーボンファイバー製の大型リアウィング、ディフューザーなどにより最大 150kg のダウンフォースを獲得する。20th アニバーサリーではフロントリップスポイラー、フロントアクセスパネル、テールゲートをカーボンファイバー製とした。さらに 20th アニバーサリーではルーフ、サイドエアインテークポッド、リアウィングをボディ同色に変更した。リアホイールの前にはブラック仕上げのシャークフィン型プロテクターが装備される。またシリーズ1のフォルムを連想させる 20th アニバーサリーの黒い専用エンブレムが採用された。このエンブレムはフロントフェンダーとリアバンパーに装着される。リアウィングの端には20のロゴが配されている。シリーズ1に採用された3つボディカラーを特注色として設定した。クロームオレンジ、レーザーブルー、カリプソレッドが選択できる。さらにオリジナルのノーフォークマスタードイエローを連想させるサフランイエロー、モータースポーツブラック、アークティックシルバーも用意される。インテリアはさまざまな色のアルカンターラトリムが選択できる。シートはシリーズ1同様のステッチで装飾されている。シートバッグには刺繍が添えられ、ダッシュボードの専用プレートにはエンボス加工が施された。20th アニバーサリーには通常はオプションの多くが標準装備されている。Bluetooth 付き DAB デジタルラジオ、クルーズコントロール、アルカンターラステアリングホイールなどだ。オプションとしてカーボンファイバー製シルトリム、軽量のリチウムイオンバッテリー、軽量のチタンエグゾーストが選べる。足回りにはニトロンの3ウェイ調整式ダンパーが装備される。バンプやリバウンド設定が変更でき、サスペンションをサーキットの特性に合わせて最適な設定に仕上げることができる。超軽量の鍛造ホイールも装備された。ミッドシップには 3.5 リットル V 型6気筒ガソリンスーパーチャージャーエンジンを搭載する。最大出力は 410HP7000RPM、 最大トルクは 42.8kgm3000 から 7000RPM を発生する。トランスミッションは6速 MT で0から 96kmh 加速 3.3 秒、最高速 290kmh のパフォーマンスを備えている。エキシージスポーツ410の 20th アニバーサリーの英国本国でのベース価格は 79,900 ポンド、約 1,060 万円。2020年後半から世界の一部市場で納車が開始される予定だ。ロータスカーズはエキシージのシリーズ1は超軽量のパフォーマンスクーペとして開発された。10年前と同じように常に「For the Drivers」であり続けるとしている。